ロッキー肉番が許すか。うわあと一本残ってるぜ。マリポーサ様、祝賀会用のシャンパンを用意しておいてください。どんとやったるぜ。エルバンネイルクラッシュ。うわー俺は神様これまでノーズセンテンがもう終わりか。今のお前の相手はこのホークマンだということを忘れるなよ、ヘルバード。よしヘルバード、高さはそれぐらいでいいだろう。ファイナルブレスト！ 携帯超人の聖騎士嫌とやさしく行くぞ。今だ！おや！筋肉誰もでも借りてはいけないのだ。なんだホークマン、マリポーサ様の前でその醜態は立てんだ。中国人が許さんだ。私の力ではどうにもできぬ。ヤフの神々だ、お前に少しばかりの力を貸してやる。ダークユーザーとは絶対に無理込むよ。何をしている。脱走者だー。筋肉バイバーイ。俺様の出番ってわけかい。そうやってお前の技が炸裂する瞬間のコマのフィルムをハサミで切ってしまえばピクサー大帝をキャンバスに激突させる場面はなくなった。爆が生き残った。うわ赤子の手をひねるよりもたやすいぜ。覚悟はできてるんだろうな。ショックが弱すぎる。もっと強いショックを与えろ。試合中によそ見するようじゃまだまだ一人前の格闘家とは言えないぜ。さっきの遺体はどこへ行った。カジマのこっちから来る。くーっ！王子の必殺技は皮肉バッター、皮肉ドライバー、通人考察系と数々ある。でも王子の技の中で僕が一番好きなのはみんな技だが決まった瞬間に描かれる曲線が美しいバックダンス。その衝撃だミト。仕上げはこれからだよ。キャンバスが後人の首をねじ切るところまだゴーストキャンバスと名付けられている。生徒と超人格闘技の源だ。ミートの命を勝利の生贄としなければ気が済まんのよ。エクストローマリポーサ様、これを見てください。どういうことだ。あの世に送ってやるぜ。俺が全ての治療をしてやる。どうだライブラピーナス。お前は十分だ。ってもらえたようだな。今度は逃がさんぞ。バカめ、俺様を持ち上げた時は最後だ。本当の変身ショーはこれからだ。次はこいつだ。喜べ、また新しい変身だぞ。敵を意味する V 祭、すなわち2度の攻撃で仕留める。横対ネブだ。テクロラシーゾー100トン。早く墓石な落下口にとどめを食らわしてやる。最後の一撃だ。食られ。ジェットローラーシード100トンパワーフェイスフラッシュ。俺の体は一つだ。同時に変身はできない。最高の分断を起こして脱ぎにだけは許さんぞ。金札100トン、たとえこの身が滅ぶとも、その最後の命をマリボーサ様のお役に立てるのが使命。よくやった。金札100トン、マリボーサ様のお褒めをいただいてきた光栄です。おとなしく感染してな。最大の油断。よい、ゲムラドーラ。もうそんな奴は放っておけ。すぐに抜け出してやるわ。このマリポーサ様の株がますます上がったぜ。戦争はリベーン。命はなくなった。無駄に最適ファイヤー。鉄杭縛り。惜しかった盗っ人人生からようやく脱出できる。前にリボンの辛さがどんなものかわかるか。真冬でも薪が買えず凍える手に息を吹きかけながら内職をしていた母。妹は心配かけまいとして歌を歌いながら息を引き取っていった。それを黙って見守るしかない姿、苦しみがたまにわかるか。見せてやるわ。王位継承者たることを証明する必殺技。またアドンは正義の手に戻るものじゃ。マリポーサに罰を与えたのだ。筋肉性大王にしてもおかしくなかったぞ。山本にやられるか。お前はこの世を自らのこの世から消えてやる。マスクにできる。戦いは何も力だけじゃないんだぜ。ここさ。